これ明らかに。はい。すげえ音。ピュアチャンネル始まるよ。全員集合。はい。あの、どのタイミングで使うかは分かんないですけど、そうだね、あの、ちょっと撮ってます。あれですね、この今この作業をしてるということはバックドアが手動になったってことでいいですか？そういうことです。でもあれなんですね、シリンダーはちゃんとシリンダーとして働いてくれてるんですね。そう、それはちょっと俺もびっくりした。ちょっと待って、はい、どういう付き合いしてるの？あ、見本見るですか？おっと、ああ、反対だ俺。ああ、なるほど。あれでもあの跳ね上げがここに来てるってこと？角が多分そうですね、これがそうですよね。このちょっとなんか、そうだよね、巻き込まれてるやつ、巻き込まれてるやつ。この雨でちょっと綺麗にならないですかね？ならんな。いや、本当は洗うつもりで来たんですよ。でも雨だったからね。はい、まあいいかっていう結論なんですけど。本当はこの作業を編集長がやんなきゃいけないんですけど、なんかついにカメラ回し始めちゃったんで、こうなってますけど。ああ、そんな感じじゃないですか。そこを基準に。そうですね、この中へ入れなきゃダメってことだよね。ちょっと巻き込んで。そうですね、でもそこ基準にしちゃって。すごいですね、なんか今自分で面白がってカメラ回しましたけど、なんか俺がすごい偉そうなのか指導されてるみたいです。あ、これあれか、ゴールデンウィークスペシャルの前日に流そうかな。前日、明日何時に行きます？明日何時しようね。何時します？まあ、当初の予定の7時ぐらいにするのか、うん、早めるのか、うん、っていう感じですけど、その法隆寺に寄るのか寄らないのか問題ですよね。いい、寄らない。みんなに同意って言われちゃって。いや、だって電話で言われてもあれをそんな近かったっけって思いましたけど、ちょっと余裕を持って7時頃にします。そうですね。で、あの昼飯はどうしても正義に行きたいんで、うん、とりあえず正義に行ってから行きますか。っていう話をここで入れてるんで、これをあのスペシャルの前日に入れますね。はい。これここで食った方がいいんだよね。多分食った方がいいんじゃないですか。この多分雨の水をここ流れてきたやつをこのあんまり入れないように入れたくないから角がついてこの裏へ行けみたいな、そういう感じで、多分こういうノリでいいと思うんですよ。でも本当は多分あのトヨタの整備所とかを見るならきっとテールは外すんだと思うんですけど。はい、けどなんかなんとなくうまくいっちゃったんで。いや、こんな感じだよね。そう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 、まんまこんな感じでしたよ。こっちはもうちょっと頑張りたいですよね。それあれですか、施工液とか入れたらなんかいけないですか？ああ、ゴムなんでなんか、あ、いけちゃった。あ、いけちゃった。あ、じゃあ大丈夫です。こんな感じ、こんな感じじゃないですか。これ多分避けてくれるはずですよ。こういうことはね、このちゃんと分かるやつがやった方がいいっていうのが分かってる。なるほど。俺なんで。はいはいはい。あんまり自分で手は出さないんですけど。いや、でも編集長 もうあの別に元トヨタなわけじゃないので。簡単に取れるんですね、それ。これね、もうね、もうね、錆びて古いんで。ああ。そこの色が元の色ってことですよね。そういうことです。もうこの車、仮想工なんで。いや、まだ仮想工じゃないです。
加速は20万キロ超えてからです。悔しい。20万はいってないんだ。いや、まだ新車です。そろそろ20万かなみたいな。まだまだ新車です。まだ新車。まだ新車です。なんであのワゴン R も新車です。まあ、あのワゴン R 社員からまあまあ不評なんですけどね。なるヤンキー臭いそう、ね、なんかドンキにいそうって言われました。編集長は悲しいです。こんな感じがね。でもすごい綺麗に収まってると思うっす、うん、あ、これゴムが新しくなったから、うん、一回締めてみて、うん、ちょっとチリ見てみます。その締まった時の閉まった時のチリ、そうそうそう、もしかしたらこっちで出てるかもしれないです。ゴムが新しいんで。いや、まあ大丈夫。大丈夫ですか。この閉まりづらいのは、はいはい、ダンパーのあの多分強さだよ。そうですね、多分ダンパーですね。ダンパー変えたいな。ダンパー変えます？変えます？じゃあテールを外してその配線をほどけるかどうかを知りたいですね。そういうことだね。なんかあの偉そうに椅子に座っててすいません。でそこでなんかいけそうだったらちょっとカメラ交代してもらっていいですか。どうなってます。あー、そういう感じか。それの行き先知りたいな。あー、結構大変そうっすか。そうだね、やめた方が良さそうだ。そうっすね、なんかドツボにはまりそうでしたね、うん、じゃあ閉まっちゃいます。はい、閉まっちゃいます。まあとりあえずちょっとそのうちこれやりましょう。そうだね、ちょっと切開して、うん、いや本当は本当は今日洗うじゃないですか、車を、うんうん、そしたら113のステッカーを貼ろうと思ったんですよ、うん、まず113のステッカーを忘れ、外は雨、外は雨、車は汚いけどしょうがないという心情です。はい、はい、雨だって嫌だな。いやでもあの大変申し訳ないんですけど、私あのスーパー雨男でして、これ朝まで雨なんじゃないかって自分は思ってます。まあ、最悪ダメだったら、はいはい、途中でちょっと調整すればいいか。そうですね、どうせこの道具積んでいくんで、ね、はいはい、ということでじゃあどこで使うか分かんないけど、これあれじゃないですか、あのやっぱゴールデンウィークスペシャルの前に前日の動画これぶち込んで、うん、そしたらもうペンペンペン準備だよみたいな。そう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 、どこへ行くかはねみたいな。まあさっきマサヨシって言っちゃったんでバレてるんですけど。いや久しぶりにマサイシのラーメン食えるよね。そうなんですよね、ちょっとあんまりラーメンを食べない編集長でも、うん、あのラーメンはうまいと思ってるんで、ちょっと食いたいっすよね。室内を見たいって言ってくれた人もいたよね。あ、そうっすね、流れで軽くちょっとこのまま室内行ってみますか。うわ、タイトルどうすりゃいいんですか、前日の準備だっつってんのに。あ、じゃあ一回閉めてくださいこれで動画。じゃあはい、前日です。そうですね、はい、楽しみですね、はい、今日寝れないから、はい、ちょっとあの白酒でも飲んで寝ます。いい酒じゃないですか。はい、準備します、はいはい、で多分これはゴールデンウィークスペシャルの前日、前日なんでゴールデンウィークスペシャル、ゴールデンウィーク中まあまあ多分動画出せると思いますんで、はい、はい、お楽しみにということで、はい、それでは、はい、バイ、アディオース。明らかに、はい、すげえ音。いや、なんかやべえ音してるじゃないですか。
や、こう考えると編集長の23万キロ優秀っすね。優秀、本当優秀。まさか今日車1台になるとは夢にも思わなかったんですけど。本当だよ。で、朝エンジンかけて、あの車庫から出した瞬間普通でしたもんね。普通だよね。いつも通りの音でしたもんね。いや、今ギア入れたらおかしくなった。で、あの動画で音入ってるかどうか分かんないですけど、うん、まあまあガチャガチャ言って、ガチャガチャ言ってる。すごい音出てましたけど。これかな。上回転がトレーニング。シリアル。そう。デブみたいな感じ。シリアル。こんにちは。どうも。すいません、お探ししてます。いえいえ。あ、ガラスね。ガラス。これはおかっぱメガネさん。そう。そうそうそう。ありがとうございます。あ、すいません。すいません。納品の儀を。納品の儀。あの、そんなさなか、すいません、こんな格好で。鈴木よ、ね、完全鈴木よ。車の中入ってたらこれだけだったんで。じゃあ、これナンバーフレームですよ。やっぱフレームですかね。絶対フレーム。じゃあ、今朝買って帰りましょう。プレゼントします。いや。まあ、やってどうやですね。触り方だよ。いやらしいですよ。お前それ笑ってた。これ手の角度似てるんだ。このスナップ加減、あ、似てるかもしれん。似てる。しかもそのハンドルが余計ほんまや。どうもケイです。似合わん。違和感しかなかったっす。まあ、でもケイさん選手にも似合ってないから、ね。やっぱあのハイエースっていうイメージがやっぱあるね。どうもピュアチャンネルです。いいね。どうも編集長です。あ、どうも。細すぎる。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれて